じゃあそれの何がメリットなんだよっていうお話をします。大丈夫、俺に任せろ。お金クレッシェンド。はい、というわけで今回は音楽家に最大150万円の文化庁の補助金のお話なんですが、延長そして追加、これを両方やることが OK なんだっていいよという話をしていきたいと思います。本日のお話の内容はこんなになってますね。まあ期間の延長っていうのがね発表されたわけです。そして追加申請はまあね、今回もともと発表されているものなんですけど、この期間の延長っていうのと追加申請っていうのがダブルでやることが OK になったようだぞという話をしていきたいと思います。で、まあ3つに分けて、それってどういうことなんだとね、ちょっとこれパッと聞いても分かんないじゃないですか。で、何メリットあんのって、まああるからお話しするんでね、聞いててください。はい、でどうすればいいのっていうね、こういうふうにしてくださいというお話をしていきたいと思います。はい、でこちらですね、この動画パワーポイントで動いてるんですけれども、このレジュメ PDF とかを入ってる、Google のドライブのリンクをですね、音楽の LINE アートでお渡ししています。この下の方にクリさんレジュメちょうだいって、 Google のリンク教えてとかって送っていただければ、もう LINE アートの方からね送っていただければお送りしますし、その LINE アートで質問とか相談ができますので、直接あの栗原の方に送っていただければ。今ねごめんなさい、本当にすいません、10日以上お待たせしてますんで、遅くはなっちゃうんですけど、遅くてもいいよという方いらっしゃったら、ぜひあの遠慮なく相談してください。今ちょっとさすがに4000人超えちゃったんで、何かしら考えてますが、今のところ直接お答えしてますので、ぜひぜひどしどしお寄せください。というわけで本編入っていきますよ。はい、期間の延長ですね、そして追加申請、この期間の延長と追加申請がダブルで OK みたいよっていう、じゃあどういうことなんだって、ちょっとわかんないねって思いますね。はい、ちょっと説明します。そもそも期間の延長とその、まあ、追加申請なんとなくわかりますね。期間の延長っていうのは、何日か前にちょっと動画でお話ししましたけれども、すでに申請した人、第1次第2次第3次、つまり7月8月9月、9月30日までにすでに申請している人の中で、申請した金額の上限はまあ変えませんと。あと内容も基本的にはまあ軽微なね、軽い変更以外は変えませんという、ただし支払いの期限だけを延長できるって、こういうやつが出たんですね。何日か前に解説しました。で、例えばどういうのかというと、ここに書いておきましたけど、例えば10月31日までに、まあ10月31日まで当初の計画でしたから、そこまでに8万円のドレスを買おうと思ってた、そういう計画だったんだけど、いろいろあったじゃない。ね、あの、なんか、交付決定が出てないのに、31日までに買っちゃっていいのかよ、クリスさんどう心配とかって言って、結局31日までは買わずに過ごしてしまいました。なんか追加申請の噂も出たし、そういうあなたいらっしゃいますね。こういう方が買うのだけが11月以降になってしまったのっていう、まあ、こういう方いらっしゃいますね。こういう場合、これが期間の延長ってやつですね。期間だけ延長するってやつです。内容は基本的に変えないけれども、支払い、購入する日、お買い物の日だけを11月1日以降に延長させてくださいってやつが一つあります。ね、これが期間の延長。そしてそれとは別に、まあ追加申請、これ元々の追加申請です。今回発表されたやつです。11月1日から2月28日までの、すでに申請した方はですよ、11月1日から来年2月28日までの約4ヶ月、思いっきり4ヶ月、ジャスト4ヶ月の期間のお買い物も、まあ、いわゆるおかわり申請と我々呼んでますけれども、9月30日まで申請した、2月26日から10月31日までの経費に加えて、11月1日から2月28日までの4ヶ月間の経費もおかわりでもう一回ちょうだいって、まだ150万いってないんでちょうだいって、これですこれですね、ってやつですね。なので今言った通り、すでに申請した方、つまり既申請者の追加申請のお話になりますね。はい、というわけになります。じゃあこの追加申請と延長申請が一緒にできるってわーわー言ってますけど、じゃあそれの何がメリットなんだよっていうお話をします。はい、こちらですね、メリット。9月30日までの申請っていうのが、まあすでにやってるわけですよね、あなたがね。で、いろんな方いらっしゃいます。もうなんか相当なんかぐちゃぐちゃになってる方も、もう折れかかってる方もいらっしゃれば、結構いい感じなんですよねっていう方いらっしゃる感じね。で、9月30日までの第1次第2次第3次申請はこれ結構いい感じなんです。ただ私、買い物の一部が遅くなってる、だから10月31日までにちょっと買い物が諸事情によりできなかったのよって方がいらっしゃいますね、あなた。はい、こういう人いらっしゃいますね。
それから支給決定が出てるので、まあ、リセットってこれもねちょっと前の動画でお話ししましたけれども、取り下げってやつです。取り下げって支給決定とか、あと、まあ、お支払いがもうすでに済みとかね、こういう人っていうのはまあ基本的にできないんじゃないですか、まあ、しないと思うんですけれども、なのでこういう方に関してはできませんので、ね、なのでこの人は、まあ、取り下げとかはちょっとしたくないじゃないですか、いい感じなんだから。ここの申請です。2月26日から10月31日まで、ちょっとごめん、あのスマホで電車の中で見てる人、ごめんね、見にくいにね、あの、後で PDF とかなんかで、あとこうやってちょっとこうやって見てみてください。2月26日から、まあ、読んでいきます。10月31日のもともとの申請があった、これ青で示しておきましたけど、ここに関しては、いや、結構いい感じなんですよって、もしくは支給決定そもそも出てるんですよ、ね。だけど、ちょっとここの31日までに買い物が間に合わなかったらどうしようって、この辺でドレス買おうと思ってたんだけど、やべ、買い忘れちゃったとか、わけやって買えなかったっていう人が、この黄色い期間、11月1日から2月28日までの間に買い物すれば OK ですよ。これが延長ってことですね。延長ってことですね。で、まあ、今回この赤いところがそもそも出た追加申請です。11月1日から2月28日はこれはもうあのおかわりできますよってやつです。だからこのおかわりはするんだけれども、もともとの申請だって、申請の方だってちょっと伸ばしてね、支払い買い物を伸ばしてっていう、これが両方ともできますよっていうのが今回 OK らしいぞということが分かりました。ちょっと得した気がするかもって俺は思ったのでシェアしました。これ結構ね、何十人かの人によく聞かれたんですけど、これができたらものすごい助かりますっていう人が、ね、いるじゃん、あなたね、やり取りしたじゃない、にとってはものすごい朗報だと思いますし、今までどうしたらいいのかって俺にね、相談せずに人知れずこう悩んでいたあなたもこれができるということなので、ぜひやってみたいなというふうに、やってみていただければなというふうに、やってみたいと思った方はやってみてください。はい、じゃあどうすればいいのっていうお話になりますね。どうすればいいのと、こうしてみてください。まず文化庁にメールで延長しますと伝えましょう、ね、今回延長と追加が同時にできるよって話ですから、まずこの1個目の延長の方ですね。延長しますというふうにメールで、メアドありますよね、こう申請した方はここでメールでやり取りしましょうってメールのアドレスが、メアドがあると思うので、そこに延長をしたいですと、ね、期間の延長したいですというふうに伝えましょう。それで終了報告の時にももう一回延長したんだよっていうのを、まあ、伝えてくださいって言ってますから、これ伝えてみてください。でその後で、まあ、追加申請ですから、11月25日から12月11日までに追加申請、いわゆる俺がすでに申請した人、非申請者のおかわり申請って言ってるやつですね、これをしようと、まあ、この2つの流れになります。この2つが同時にできるんだよっていうお話今回してますので、この2つということになります。で具体的にメールにどういうふうに書いたらいいんですかっていうふうによく聞かれますので、ご安心ください。お嬢さん、ちゃんと用意しておきました。こちらになりますね。はい、メールの文面おすすめ、まあ、ポイントを押さえながら、解説していきたいと思いますが、まずポイントとしては、すでに私申請しておりますよと、第1次第2次第3次申請しておりますよと、だからまあメアドを持ってるわけですが、すでに申請しておりますが、期間の延長をしたいですと、支払いお買い物期間の延長したいですと。でこの時に念のため、何か間違い手違い、あなたのステータス、つまり申請中なのか交付決定なのかっていうことが、ついさっきこの人交付決定しちゃったねとかってなったりこうステータス変わると嫌ですので、であとなんか勘違いあったら嫌じゃないですか、お金もらえなくなったとかね、あとでなんかわーわー揉めるのも嫌なんで、念のため期間延長したいですと書いた後に、私この後2020年11月11月1日から2021年2月26日までの非申請者用の追加申請も、延長だけじゃなくて追加申請もしたいと考えておりますが、ね、これで2つ揃ったわけです。手続きとして、私がやっている今この手続き、メールに書いているこの手続き、これで合ってますでしょうか、文化庁さん、お答えいただければ幸い幸せみたいなことを書いてみてください。そしたら文化庁さんの方で、なんかあなたの場合はこういう理由につき、間違ってるからこういうふうにやって、やりたいことはこれで分かりますから、そのためにやりたいことを伝えてるんです。私がやりたいのは期間の延長と追加申請を、おかわり申請をダブルでやりたいんですってお話ですね。これを伝えてて、やってること合ってますかって言って、ま、
聞いてるわけですから、やってることがもし手続きが間違ってれば、あ、ちょっとここ違ってるね、あなたの場合だとここをこういうふうに直してくださいっていうふうに、おそらくあの親切な文化庁軍団さんが教えてくれると思います。で、まあどっかにね、自分の申請番号、この K の123456777なんか数字3、8桁あったらじゃないですか、これを書いておけばいいんじゃないかな、確実かなというふうに思いますので、今回ダブルでやってみようと思っている方はこちらの方をぜひやってみてくださいというふうに、まあ今回ね、こんなお話でございました。はい、これでね、本日のお話は終わりになりますけれども、ちょっと最後にもう一つ、お願い、この辺にですね、何ですか、この登録っていうのが出てると思いますので、この、ね、登録が増えるとね嬉しいんだ、栗さんね。あとこの辺のなんか高評価ってありますね、ガーッとったやつ、栗さんいいね今回の話もってやつを一つ押しといていただけると大変嬉しい励みになりますし、明日からまた動画をねバンバン上げていこうという活力になりますので、どうか一つよろしくお願いいたします。ということで、また他の動画でお会いしましょう。